こんにちは、霊イムです。今日は N さんの教会問題です。ゆっくり勉強していってね。問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の 一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。デパートで女の人が父親の誕生日プレゼントを母親と選んでいます。 女の人はどのセーターを買いますかねえねえ、お母さん。お父さんってどんなセーターが好きだと思うそうね。首の周りは空いてる方が楽だって言ってるわね。へ、ええ、そうなの。色は白と黒、どっちが好きそうね。黒はあまり好きじゃないみたいね。 じゃあこれにしよう女の人はどのセーターを買いますか2番プールの受付で 男の人が係の人と話しています。この後男の人はいくら支払いますかこちらのプールを利用したいんですが。初めてですかはい。それでは利用カードをお作りしますね。プールをご利用になるときは利用カードを見せて400円払ってください。本日は カード代の200円もお願いします。わかりました。それから、泳ぐときには水泳用の帽子が必要で、こちらは100円でお貸ししています。あ、帽子はあります。あ、そうですか。この後、男の人はいくら支払いますか 番留守番電話のメッセージを聞いていますメッセージを聞いた人はこの後何をしますかあもしもし鈴木です先週のパーティーに来てくれてありがとうところであの日うちに帽子忘れていったでしょう今度送るので 住所を教ええてもらえるあでも今ファックスが壊れてるんでメールでお願いあとパーティーの時の写真もできたので一緒に送るねじゃあまたねメッセージを聞いた人はこの後何をしますか 4番大学で男の学生と先生が今日の研究会の準備について話しています。男の学生はこの後何をしなければなりませんか先生、研究会のポスターは会場の建物の入り口と正門に貼っておきましたが、その2箇所でよろしいでしょうかああ。 ありがとう。それで大丈夫でしょう。あとは、次の研究会の案内を配らないといけないから、コピーしておいて。それから、発表者のための飲み物ですね。飲み物は、昨日買って冷蔵庫に入れておきました。あ、ありがとう。コピーは何部くらい必要でしょうかそうですね。二十部お願いできますか会場のパソコンは、 私の方でセットしておきますから、コピーが終わったら会場に持ってきてください。はい、わかりました。男の学生は、この後、何をしなければなりませんか 5番男の人と女の人が話しています。男の人はこれからどうしますか今朝ラジオを聴いてたら懐かしい曲がかかっててね。へえ、なんて曲なのそれがね、どうしても思い出せなくてね、気になってしょうがないんだ。大学時代によく歌ってたんだけど、ずいぶん前の話ね。 じゃあ、そのラジオ局に電話して聞いたらわかるんじゃないうーん。でも、なんて聞けばいいだろう。歌が歌えればいいんだけど。そうね。あ、そのラジオ局のホームページに曲名が載ってるんじゃないかな。あ、そうだね。ありがとう。男の人は、 これからどうしますか6番会社で男の人と女の人が話しています男の人はこの後まず何をしなければなりませんか課長 田中さんから電話がありまして、熱があって今日はお休みだそうです。ああ、そう。最近忙しかったから。あ、明日田中さんと二人で光電気の会議に出てもらうことになってましたね。その準備はどうなってますか私の方の準備は終わっています。田中さんは家でやるって言ってました。そう。じゃあ、 田中さんに電話して書類ができているかどうかちょっと聞いてみてください。もしまだだったらすぐに準備してもらえますかはい。それから明日来られそうかどうかも聞いてみてもらえますか無理そうだったら悪いけど一人で行ってくださいね。はい。わかりました。男の人は この後、まず何をしなければなりませんかこれで終了です。日本語人アプリは終了してしまいました。見てくれる人が増えたらまた動画を作るのでチャンネル登録してくださいね。